皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウイナースタジオからお送りしています。今日2016年3月の10日木曜日、今日の崇拝の言葉は、思いつくことは神からの啓示、思いつくことは神からの啓示。そして今日の BGM は環境アニメ映画マザー最後の少女イブの組曲、マザー最後の少女イブの中からよみがえりをお送りしています。合唱は杉並児童合唱団、作曲演奏西村直樹、そしてスタジオオーケストラです。この環境アニメ映画マザー最後の少女イブですが、一応ハリウッドに送ってですね、英語版でも、吹き替えをしました。そして同じ音楽なんですが、ハリウッドから帰ってくるとまた一段と良くなっていたのには驚きました。このよみがえり、超能力を持った人類を救おうとする少女たち、少年少女たち、そしてそれが人類が犯した大きな過ち、史上最大の戦争をして人類、そして星も全て滅びます。その中で、少女たちの魂が一つになって、そこの星を飛び出すんですね。そして到達したところは青い地球であった。そして周りにはネアンデルたちがいたという、そういう設定ですね。そこでまた魂が蘇ってくるわけです。そんな人類の過ちを継承したアニメ映画でしたけれども、とにかく優しさと、そしてそれでいて人を包み込むような、心を包み込むような魂、命に輝くような、そんな音楽を作って目指しています。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。